こんにちは、ジミー桜井です。ロサンゼルスでレッド・ツェッペリンのトリビュートバンド、活動をつけてます。ロサンゼルスから日本の石巻の皆さんにエールを送りたいと思います。今回ジェフ、友達のジェフが震災の復興支援の手助けをしていると聞いて、僕も何かできないかなと、そんな思いでいます。若い人たちがフィルムフェスティバルで何か復興支援の役に立ちたいと考えていると聞きました。とても素晴らしいことだと思います。僕に何かできることがあったら、僕にできることがあったらお手伝いしたいと思います。どうか皆さんも応援してください。ありがとう、ジェフ。